ペンギンストーリー。今からどうぞ。はい、せーの。ペンギンストーリー第46話でお願いします。せーの、ペンギン、グダグダ。はい、ペンギンストーリー第46話、イエーイ。はい、ありがとうございます、丸林さん。46話ですよ、はい、あの残り2話なんですけど、皆さん残っているペンギン、分かりますでしょうか。まだね、紹介してない子が2話いるんですよ。はい、ご覧になりましたな。ねえ、これ7月の28日から始めてね、はい、約まあ1年ちょっとかけてね、ちょうどカウの時期に始めたんですよね。うん、カウの時期じゃないわ、カウがちょっと始まる前ぐらいから始めて、ね、カウの時期に終わりを迎えそうと、うん、その時期になりました。感慨深いですね。生まれた年でそのシリーズ、名前のシリーズ作るんですよ。はい、はい、あ、そうですね、緑はホラーになっていったらそれ意味がなくなってくるんで、なかなかちょっと残念でございますわ。まあ、なあ、そういうこともありますよね。単体やったらシリーズって言わないですもんね。うん、はい、まあ、ということで、はい、はい、ということですよ。ペンギンはね、はい、ちゃんとEGさんが残ってますんで。後半はね、固めたわけじゃないんですけど、あの EG シリーズが残りました。はい、今回この子、ババン、もっこもこ。はい、ミヤオ、はい、ミヤオじゃないですよ、ミヤオですよ。ミヤオ、はい、ミヤオです、ね、ミヤオさんです。ミヤオさんも今、冠を迎えております。冠を迎えてますね、はい、もう背中の方なんかこれもう羽抜けてるじゃないですか。そうです、新しいのが見えてます ね下の方から。では、まずはミヤオさん の基本情報からお願いします。はい、ミヤオさんはですね、2017年の3月20日に生まれたペンギンです。あら、3月20日。はい、正直なところ、あのオスかメスかってまだはっきり分かってないところなんですよ。ミヤオは性別不明。はい、ただあのスイ、まあ、こちらにスイと今ペアを組んでるんで、もしかしたらオスかなと。スイがメスだから、まあ、オスかなっていう、はい、ただペンギン全然同性ペアとかもあったりするんで、そこは何とも言えないところがありますね。なるほど、なるほど。はい、で今ね、絶賛カウン中で、あの聞くところによると、今年の冠一番初めに行ったのが、はい、ミヤオだと。はい、2022年冠ファーストペンギンミヤオです。冠ファーストペンギンミヤオ、はい、すごいですね。まあやっぱ冠って体ができてる子から順番に始めていくっていう。そうですね、体力使いますもんね、冠、はい、って。やっぱり冠が始まるもう1、2週間ぐらい前からものすごい勢いで他のペンギンもかき分けて走ってきてたんで、もともとそういう性格なんですよ。結構ガツガツくる性格でして、はい、ガツガツって皆さん覚えていますか。ヒロタとカシオは控え系、で、はいはい、でミヤオと吉田はガツガツ系、ガツガツ系、はい、この子ガツガツ系のミヤオです、はい。その中でも特にガツガツが目立ってきたのに、冠がもうすぐで始まるかと思ったら、やっぱりこうふっくらとしてきて冠が始まりましたね。ねえ、はい、そうですよ。ペンギンストーリー第2話とかでも柳瀬が冠どうたらってこう、はい、そうですよね、言ってましたもんね。いやー、1年本当早かったんだなという、はい、そうですね。あ、プール入るんですか。いや、入らないよ。いや、入るんですか。いや、どうする。いやいやいや、入るの。いや、嘘、入らない、ね、ない。まあ入るか入らないかの間に、まあミヤオが、うん、ミヤオの名前の由来をちょっと話しておきましょうか、うん。あ、そうですね、あの、はい、偉人コーナー始まりました。偉人豆知識、ミヤオとは何なんでしょう。はい、ミヤオ、はい、ミヤオの名前の由来は、高知県出身の、高知県高知市出身のミヤオ富子さんという小説家の方から取っております。小説家、はい、宮尾富子さんは女性の方ですよね。はい、でもこの子は分かんないですね。分かんないんだ、はい、そうそうだそうだ、でも押すかもしれないということですね、はい、その辺はあまり考えずに、もう、はい、関係ないですね。はい、で、宮尾富子さん、小説の中で代表作、まあ、貝という小説とも書いている方でして、貝、はい、僕ちょっとまあ小説とかあんまり読まないんで、まあ、分かんないですけど、うん、まあ、もしその小説読むのが大好きな方、はい、富子さんの小説見かけましたら、まあ、この子も思い出してもらったら、うん、嬉しいかなと思います。何ですか、はい、貝殻の貝ですか。いえ、奇変になんか、はい、あの容疑のようなちょっと変化したような感じの難しいやつですね。はい、何貝、貝、貝、はい、はい、あ、そうか、モール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 、あの、こぐ方の、はいはいはい、貝ですね。
国宝の会、はい、あのオールのこと会って言うんですよ。あの、はあ、こんななんかあれのことを、まあその字ですね。はい。何の話してるんですか。なるほど、わかりました。はい、すいません、はい。っていう小説があるというね。はい。宮尾、まあ、さんで、宮尾富子さん。はい。すごいですね。偉人のことも勉強になって。はい、まあ、僕もあんまり詳しくないところはあるんですけどね、うんうん、まあ、これを機にあの勉強できるすごい機会だなと思いますね。いや本当ですね、はい、確かにこれいい名前かもしれませんね。カタラマ水族館こう来て、うわ吉田とか宮尾がいるみたいな、はい、私たちがこれ大事な名前ですよって、宮尾富子さんっていう人で小説があって、この人呼んでくださいねって、はいですね。なんかペンギンだけでなく、うん、本当に広がりますね。広いことをこう、はい、学べるんですね。はい、あと宮尾結構この前の方にいることが多かったりしますね。確かに今もこれ前ですもん、はい、ね、ほら、まあ、林さんがここですから、はい、ね、お客さんまだ近くですね、はい、ってよくあの宮尾宮尾って呼ばれてますね、皆さんが。猫みたいですね、はい、まあでもあの水にもちゃんと反応してご飯食べてくれるんで、結構あのなんか自分が宮尾っていう自覚はあるんですか。可能性はありそうですね。可能性ありそうですか、はい。なので皆さんあの来ていただいたら、もしかしたら目につきやすいところにいる確率の高いペンギンではあります。確かに、はい、そうかもしれない。よくご飯もらって、だからこんなにも大きくなってるところもあるのかな。ですね、ガツガツですよ。ガツガツですね、はい、うん、いや素晴らしい。第46話にふさわしいペンギンでしたね、はい、ペンギンでした。うわ、うん、誰や今入ったの。水かかった。ちょっとした事件のアクシデントが起きました。ではでは、第46話は、こちら中向いてますけど、はい、顔見せてた宮尾でした。ぜひ小説も読んでみましょう。はい、ありがとうございます。ということで次回最終回、最終回お楽しみに。では